それで追い詰めたつもりか？見くびられたものよ。世を滑るは力。この赤き輝きを。忍者として知られ、幼き頃の憧れであった我が父は、無情にもわしを里子に出し、不死の縁を自ら絶った。猛徳と出会い、人との絆に価値を見出しかけたが、燃える都を前に仲間はわしの元を去り、淡い夢は再び打ち砕かれた。頼るべきものとして残されたのは、赤き輝きがもたらす力のみ。その輝きが尽きるまで抗っても勝てぬとは。真の絆とは、核も強く、美
美しいものであったか。礼を言わねばならんな。冒涜、遅いぞ。はよ天下に絆の価値を示さんか。本所よ、天の星になりわしを見守ってくれ。ここの弾薬は兵をよこして回収させよう。あとは任せた。あの竜、間違いない。方向にも聞き覚えがあるわ。きっと浮津もあそこにいる。やっと兄さんに託された思いを果たせる。でも浮津はあの竜と一緒にいるはず。これまでにない厳しい戦いになりそう。しっかり準備して。ここまで生き残るとは、お主には天運があるのやもな。どうだ、わしと共に真の弾薬を作り、神仙境を目指さぬか。あなたの好きにはさせない。交渉、手を貸すのじゃ。竜を抑え込むぞ。持たんぞ。わしには従わぬというか、ならば
新戦況の逃げとなれ。ここで空気となる。お主め真の届かぬが、やむを得ぬ。
終わったね。これで兄さんもようやく眠れる。あとは任せてわしらは戻ろう。また様子見に来るね。弾薬によって蛇竜と合一し、決議の力によって人の身に戻った。それが思わぬ結果を生んだものよ。今や竜の丹田は我が身の内にある。お主には感謝しておる。褒美として。念入りに殺してくれようぞ。
Yeah!
封じていました。浮津はこの身を利用し真の弾薬を作ろうとしましたが、浮津の闇に完全に支配されるよう耐え続けました。あなたとの絆を支えに、絆を信じて戦い続けるあなたの勇姿を見て、私は心を決めました。この目は開くべきだと。あいつの喜ぶ顔が目に浮かぶわ。お前がいれば百人力だ、うん、共に兄者のために尽力しようぞ。なあ、ここに改めて誓おう。我ら心を同じくして助け合い、困窮する者を救わん。上は国家に報い、下は民を休んずるために。王学来た、放て。鍛え上げたようだな、黄金。はっ、敵は皆川底に沈むでしょう。次の目標へ移動。父上、兄上、孫家の行く末ご承諾あれ。次は南とか、また忙しくなるな。うん、新しく入った芝居というものの検索らしい。禁じられた力か。行かれるのですね。うん、まだ妖気を感じるから、あなたも来る。私はここに残ります。天命が見えるこの目で時代を切り開くために。